キンプリの未来を占う、平野紫洋と長瀬角の、少年、再会、ファンの期待が急上昇。長瀬角の25歳誕生日を迎え、ファンからの愛と祝福が溢れています。リンフブドと、長瀬角誕生祭2024がツイッターでトレンド入りし、心温まるコメントが集まりました。今年の誕生日は長瀬さんにとって特別なものとなります。昨年、キンプリは平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、 キシユタさんの3人が一度に脱退するという大きな変革を経験しました。それでも、長瀬さんは精力的に活動し、ファンとも絆を深めてきました。キンプリが2人体制に移行して初めての誕生日となり、ファンたちは温かい言葉で彼をねぎらっています。一方で、ファンからのコメントには、長瀬さんと平野さんが2月に再会できるのではないかと期待する声が多く寄せられています。 なぜなら、第48回エランドール賞新人賞に平野と長瀬がノミネートされているからです。もし二人が受賞すれば、毎年2月上旬の受賞式で再び対面することになります。エランドール賞は映画やテレビの作品、俳優に贈られる賞で、昨年の受賞式では平野が主演した連続ドラマ、クロサギでノミネートされました。一方、長瀬は主演映画やドラマで幅広く活躍し、4本もの作品でノミネートされています。 ファンたちは、少年が並ぶ姿見れるかも、と期待を寄せ、エランドール賞の発表を楽しみにしています。少年、つまり長瀬さんと平野さんの関係は、ジュニア時代から始まりました。最初は長瀬さんが平野さんに憧れ、一時期は嫉妬もあったと公言しています。しかし、金プリデビュー後は兄弟のような仲良しコンビとして知られ、お揃いのネックレスをしたり、雑誌の対談で楽しい思い出を振り返る姿が見られました。 過去には一部の報道で、長瀬さんが平野さんの、戸辺への参加に戸惑い、船仮説が浮上したこともありました。しかし、直接話し合いをし、お互いに理解し合うことで関係は修復されました。ファンもその様子を見て一安心し、今も少年の絆は強固なものとなっています。戸辺合流に関する一部報道もありました。平野、騎士、神宮寺は金プリを脱退後、旧ジャニーズからも対処し、戸辺で合流しています。 しかし、長瀬さんは複雑な心境を抱いていたと報じられました。ファンたちはエランドール賞の受賞式での長瀬さんと平野さんの顔を合わせに期待しています。過去の不穏な話を払拭し、金プリの未来が明るいものとなることを期待しています。